どうもこんばんは、申します。本日はですね、11月の25日ということで、木曜日ですね。はい、本日は、まあ、自宅からの、まあ、撮影にはなってるんですが、エアマックスワンパタのね、ナイトマルーンが発売するということでございまして、まあ、パタのね、マックスワンの第3弾と言いましょうか。まあ、第1弾はね、こちらのカラーでいう、このオレンジ。で、第2弾が並び動画も撮りました、この水色。ほんで、第3弾がこの色ですね。はい、これが、まあ、出てくるよと。いうことで、並び行きたかったんですよ。あ、ないんですね、今回ね、店頭ね。で、まあ一応スニーカーズのみの販売になっちゃうかなと。ただ、まあ今回は素材がちょっと違うということで、高くなっちゃってると。そこがまあネックであるんですが、まあ狙っていきましょうと。いうことで、先日ね、あのジョーダン1のボルドーと悩んだ結果、こっちを狙おうというふうに決めまして、狙っていきたいと思います。ね、原口さん。よくずっと待ってたな原口はまあ今回支援してくれるということで、まあ2人でね一緒に27センチ狙っていこうかなと思います。はい、まあ一応ねこれね、まあ第3弾でもあるっていうのと、まあおそらく値段も高騰してるところからプレがつきにくいっていうので狙う人すごい少ないと思うんですよ。なんでオンラインチャレンジっていう確率の低さといえど、まあ2機あるんでこっちは、ね、本の分原口分の2機あるんでこの2機あれば、あのね、50% オーバーの時でもやっぱり2人いてもね買えないパターン結構多いんで、油断したらダメよやっぱな、まあ、ちょっとねこればっかりは。まあ一応第3弾ということで次が、黒白が控えてるのかな。ああなるほどね。なんか白白とかも本当あったんだけど、あれは FF だったりするのかな。実はちょっとそこら辺は、ね、白白見たことないよ。わかんないですけども、3色出たうちの中の、うん、今一番この中で一番いいなっていう色は、あ俺これ、あそう、俺これが一番いい色かな。あ、うん、まあ水色もいいんだけど、うん、なんか俺結構ね思うと俺水色の靴多いのよ割と。え、自分の中全部出せるこれ。全部出せないけどちょっと一旦手に取れるのだけ出そうか。はい、お前、まあ、とりあえず一瞬でかき集めただけでも5足はここに出てくるわけよ。お、まあ、もっとあるんだけど言ったら後ろ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 のドラえもんもあるし、ドラえもんもあるしな、サシコもあるし、あーチャキ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 な、こいつもあるし、チャキチャキチャキ、あの横の AJ4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  チャンキーもあるし AJ4AJ4 これ何の時間なんこれ。ざっと見た感じだけでも、うん、多分ね下手したら俺水色だけで30足以上あるな。あーもう確かに今度と言ったら水色みたいなねとこもねありますからね。いや思ったことねえだろな。まあ新しいやね iPhone13 は13 Pro か水色にしましたけど、本体の色が水色かな。本体水色。新しく出た。まあ、あとゴールドとかもあるかな。まあ、今回はホワイトとゴールドが人気あって、ホワイトとゴールドと、まあ、水色が人気あるんだけど、ダントツは水色なんだけど、もともと新色だから数が多くて、ゴールドとホワイトが今予約待ちの店舗がほとんどなんじゃないか。いやー、でも今日のね、原価付きアイテムにするんだったら赤買った方が良かったくない。いや、だから赤がねえんだって。あ、赤の靴は逆に、赤の靴も、パッと見た感じ、20足分ぐらいあると思うけどな。全部いける？いや、いっても。全部いける？いって。あの、またこうかき集めていくやつ。俺、あの、少林サッカーのゴールキーパーのやつ思い出したわ。少林サッカーのゴールキーパーが、あの、すごいラフプレーばっかりするチームのやつが、あの、ボール蹴るふりして靴をキーパーに向けて投げる瞬間あんのよ。それを反射神経で全部取って、ギュギュギュってボールみたいに丸めて、はぁって返す瞬間を思い出したわ。あー、懐かしい。ちょっと、それ、行きます？行っても。あ、じゃあもう行くわ。はいはい。5、4、3、2、はい。さあ、ということで、山口さんパターン、メタリックシルバー、ライトマルベリー。はい。で、順番待ちにしまして。まあ、これでひたすら待機という感じでございます。はい。まあ一応ね、本日11月25日なんですけども、夜22時、だから10時ですね。僕のね、大好きな、婚活サバイバルと言いましょうか。バチェラー第4弾が放送開始されるということで。おー。いや、おもろいのよな、バチェラーは。あの、バラをこう、あれだね。そうそうそう。なんかだから、1個の、なんかこう、まあ言ったら何ステージもあって、最後の1人になったら勝ちなんだけど、1個ずつのね、そのシーンで、まあ次のステージに進むために、まあセレモニーローズみたいな、まあなんかあって、そのローズを
あの渡した人だけが次行けるわけ。あで、渡されなかった人は脱落で帰んなきゃいけない。まあそんで、まあ、俺が言いたいのはね、なんかナイトマルンの色見てよ、ローズですよ、バラの色じゃないですか。ああ、はい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 。これをただ言いたかった。え、この尺使って今の例えを言った。今度がバチェラーになったらどういう人を落とすんですか。いやー難しいよな。なんかさ、結局もうみんなね、最初のうちはもう消去しかない。もう大丈夫です。なんで長くなりそうなんで、もういやいや、お前が降ってきてんだからもうちょっと遊ばしてよ、それは。はい、ということでね、今日の原価継ぎアイテム、あ、もう自分から行くんか。ご用意しますよ。どっちも今日ガガガガすごいな。何ガガガスペシャルね、はい、懐かしいガガガスペシャル。はい、本日の原価継ぎアイテムということで、もうね、今度のためにね、こしらえてきましたよ、私は。こしらえてきた。支援なのに作ってきてくれた。いや、まあ、作ったけど、まあ、まあ、出来合いのもんですけどね。出来合いのもん、はいはいはい。何でしょうか。まずね、この、まずハッピーターンですね、これね。ハッピーターンね。うん。まあ、ハッピーターンはまあ、かかってないですよ。うん。だけどね、この下にね、今日のね、あの、スニーカーを暗示するワードが入ってるの、これ。いきますよ。なんだパウダーすパターパターパターあ、だいぶ力技ですね。あ、パターって、もう、パターって、パターって、パター、パター、パターってさ、パター、パター、パターって。確かに 250% 分くらいの熱量は伝わるわ。パター、パター、パター。パタパウダーパウダーって。いや、どうすんだよ、その放送事故みたいな、パタパウダーずっと言ってるだけの絵。おっ、来た。俺まだ来てない。パタパウダーとか言ったな。うん、おーし。やったぜ、素晴らしい。あ、ほんで外れてるわ、ちょうど今外れきた。あ、嘘。よかった、ありがとう。あ、よかった、じゃあちょうどよかった。うん、まあバチェラーちょっとマジでね、ぜひね、みんなにも見てほしいな。ちょっとマジで俺魅力伝えるサブちゃん撮ろうか。あ、いや、いいと思うよ。なんか、まあ、ね、今日はね、だからあのパタローズをね、コノさん受け取ったってことだよ、これ。まあそうね、生き残り確定。生き残り確定で。あ、おめでとう。え、原口がバチェラーなの、これ。スニーカー男子。はい、ということで、スニーカーズ購入確率調査ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日もですね、オンラインサロンと、インスタグラムの、ね、アンケートをもとに、まあ、確率を割り出していこうということなんですが、本日、エアマックスワンパタ、ナイトマルン、こちらのですね、オンラインサロンの参戦予定人数、はい、こちら今回は56人。あー、少ない。ちょっとやっぱいつもより人気ないですね、これね。うん。まあ、それで買いやすかったってのはもしかしたらあるかもね。なるほど、それはガテンがいくわ。はい、そして、ゴッテムが、うん、30。え、2分の1書いてるな。なかなか 54%。 高ー、 54%。 まあ、おそらくなんだけど、まあ現在10時過ぎてるわけですけど、まあスニーカーズに全部ありますね。は、え。さっきサロンに書いてあったからパッて見たんだけど、スニーカーズに全部ありまして、で、これ、今、うん、数が余ったせいなのか、ナイキドットコムに来ました。なんででしょう。ナイキドットコムでも買えるようになってます。で、サブチャンネルの方でね、サイバーウィークの動画撮ったんですけど、それは昨日アップしてて、結局、まあ、原口が、そのゴアテックスのフォースね。で、俺が買ったの言ってなかったんですけど、トドラ2種類。マックスワンのクロットと、あとはモアテンのトドラ。まあ、気になってる方は、29日はね、チェックして。まだまだありますんでね、期間は。ということで、まあ一応ね、今回は無事、まあ原口がね、ゴテムしてくれたということで、パター2種類になりました。オレンジと。いや、でも、今買えんのこれ。今買えるね。うん。え、今買える。まあまあ、そんな日もあろう。まあ、よし、しましょう。なんかと複雑な赤ちゃんこれな。もやもやするね、もやもやするね。いや、別にどっちにしても買うつもりだったから、それは。まあ、周りがどうこうじゃないからな。まあでも、周りがどうこうっていうのも確かに分かるけどね、分かるんだけど、
まあ別にそこじゃなくてもっていうところはね、まあまあまあね、結局スニーカーで、ね、フルリストックすると思わなかったって。いやいや、スニーカーなんかもう全部自己満だからさ、周りがどうこうじゃないのよ。まあそうだね、ああ自分がかっこいいってものを皆さん履いていきましょう。それでは今日もね、お別れの挨拶をする時間がやってまいりましたよ。それでは皆さんご唱和ください。バイバイチューポヨーンとだね。どうもでしょー。なんか小林克也さんみたいになってたな。あー、ベストヒット USA のね。いや、ファンキーフライデーの。お好きじゃない。あ、ファンキーフライデーか。ファンキーフライデー。ファンキーフライデーの小林克也さん。あー、元気。ほんとね、元気。毎回毎回聞いてやっぱ元気ね。すいません、ナックファイブ知らない人にはね、ちょっと伝わりにくいかと思うんですけど。あ、埼玉の大宮から発信してるラジオ局なんですけど、皆さんぜひね、聞いてみてください。また小林克也さんっぽかったな。